レムノスのピロストラトス、または、レムノスのフィロストラトスは、ローマ帝国期のレムノス島出身の著述家、弁論家、第二次ソフィスト、エーコネス第一巻の著者。同名、同業、同出身地のアテナイのピロストラトスの老いかつ、義理の息子にあたる。また、同じく同名、同業、同出身地の小ピロストラトスの親戚でもあり、彼と区別しておう。 ピロストラトスとも呼ばれる。ビーナスへの封建、エーコネスは、視覚芸術の文章化すなわち、エクフラシスというジャンルの書物。全2巻からなる。第1巻は、本校のレムノスのピロストラトスに返されるが、アテナイのピロストラトスに返されることもある。一方で、第2巻は、小、ピロストラトスに返される。というのも、第2巻の冒頭には、レムノスのピロストラトスが、 第一巻を表したことを示唆する社知が述べられている。本書はルネサンス期以降広く受用された。16世紀のティツヤーノの絵画、ビーナスへの封建は本書で文章化された絵画を再現した絵画である。体裁としては、ピロストラトスがナポリ郊外の邸宅を訪ねた際、そこに展示されていた60枚を超える絵画を文章化したという体裁で書かれている。ゲーテ、 ベルカー、W ・ヘルビヒ、H ・ブルンダは、それらの絵画は実在したとしている。一方、C ・ G ・ハイネラは実在しなかったとしている。いずれにせよ、本書の内容が注目に値するということは皆、認めている。すなわち、ギリシア神話などの画題に対する古代の画家たちの表現方法、及び、それを伝えるピロストラトスの知識の豊かさと、 修辞学的な文章技法が注目に値する。渡辺、孔子、エクフラシス、ローマ帝世紀における、弁論術教育、弁論術から美学へ、美学成立における、古典弁論術の影響2014年。カイザー、カールルートビヒ、フィラストレイトスザヤンガー、イマジンズ、フォーワード、ディップシー。 pgtube2dhttps コロンスラッシュスラッシュエ WIKISOURCE.ORG スラッシュウィックスラッシュイオタカッパニューイプシロンパイローミューヨタニュータウミュウミュー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 タウイプシロンカッパアルファミューイータタウロウパイタウローヨータ AB 西村清一物語へのナラトロジー美学芸術学研究第23巻2005年 同著者の以下の書籍が、より詳しい。イメージの修字学言葉と継承の交差三元社、2009年、新創版2017年、ISBN 978から48億8303万4413。ありがとうございます。